ドラゴンクエスト4導かれし者たち、実況者は DAL でゲスタルトと申します。よろしくお願いします。さあ行きましょう。続きですね。あ、そっか、やっぱマーニャじゃない方がいいのかな。あ、でもどっちにしてもレミラーマ持ってるやついないからな。墓ですね。落とし物があった場合はしゃあないな。これはドラクエ5の世界か。悪魔の杖。あ、そうそう、裏で回収しときました。うん、回収しといた、ちゃんと。時々狙った敵を毒に侵すけど呪われてるんだろうな。あと一つくらいはありそうだぞ。ライバーンロード、より強くなって帰ってきました的な。あ、そうそう、クリフトにも変更してあります。変更点を後々まあいいか。悪魔の爪ゲット。小さなメダルあと何枚あるかな。あと3枚くらいあると助かるんだけどな。ぶっちゃけトルネコの方が強いのか、攻撃力は。クリフトはね、スクルト要員だからね。完全にスクルト以外だったらほとんどいる必要ないかな。強そう。こいつなんか落としてくれるかな。なんか落としそうな気するな。適当に進んでるけど、一本道だったよね。分岐なかったよね。セブン、ファイブ、これはなんだろうな。これもファイブだな。あれ、シックスだっけ？お、オーガキング。シックスだったかな。なんか結構混同するな。でもなんか、シックスっぽいな。確か、マダンテどうのこうのみたいな。壺の中に2600も入ってんのか。で、小さなメドルゲット、ラッキー。どっかのお城の下なんだっけ？神殿の下とか、そんな感じだったよね。あー、これは、あれだ、ドラクエ7だな。盗賊がいっぱいいたところだ。てか、盗賊だな、こいつらな。この盗賊軍団にめちゃめちゃ苦戦させられるんだよね。騙し伝言。正解はこの上に行くことか。エブリプリーストの命令で、ロザリー様の居場所を人間たちに教えちゃったみたいなのね。ほう。そうですか、生きてるのか。メガザルの腕は、なんか、連れ去られてそのまま放置だったけど、どうやら生きてるらしいですね。え？あ、違うか。地上にある世界樹は千年に一度その花を咲かせると言われている。世界樹の花は命の源。墓標にその花を備えればきっと奇跡が起きましょう。マジか。この話はなんか、キリトくんに聞かせてあげたいよね。キリトくんだったら誰に使うだろうか。サチに使うのかな。どうなんだろうな。サチ大好きだったけど、キャラ的に。サチに使えそうだな、キリトくんなら。これ正解ルートっぽいな。宝箱あるだろう。ちょっと探すぞ。トヘロス使ってる？あー、ぶねー。一番やっちゃいけない。おーし、取りに来て正解。あとは、上に上がる階段を、もう、どこだったっけなぁ。トヘロス使った瞬間出てくるよな、こいつ。ここ。この辺だった。あ、オッケーオッケーオッケー。このマップはどこで見たんだっけな。デーモンスピア。これも呪われてんだろうな。あ、呪われてないかも。はぐれメタルとかにも効くのかな。
あー、これのマップはどれだっけ？セブンかファイブか。なんかまた妙に広いところに着いたな。360回転できない。あ、ある。井戸魔人か。おー、出た。これまずい。あー、立ち進んだか。ドイツから倒すべきなんだ。ここか。おたけびはめんどくさいから、オッケーオッケー。オーガキングが確か大防御してくる時があるんだよね。ナルトの羅生門っぽいね。あの口寄せかっこいいよな。なんか3つくらい羅生門出てくる時あるけど、あれすごい好きなんだ。完全中二なんですけど。天使のレオタード。あー、ピンクのレオタードの上位版かな？多分そうだな。水の羽衣もついてるから、こうするか。ピンクのレオタード、マーニャどう？あー、強くはなんないか。まあいいでしょう。おお、旅の扉。着いたかな？着いたのかな？採用まで来たのか？あ、なんか来たっぽいな。すげえな。おお、すげえ。すげえすげえすげえ、世界観が。おお、綺麗。もう断崖絶壁とはまさにこのことですね。お？鶏？卵も落ちる。返事がない、ただの卵のようだ。そういうパターンもあるんだな。なんだなんだ。エッグラ、卵は偉い。誰が何と言おうと卵の方が偉い。いや、鶏の方が断然偉い。卵の美しさ、愛らしさ、あのツルツルの美学が、お前には分からんか。エッグラって、そのままじゃん。あ、チキューラ、チキンか。なるほど。だから鶏か。そのままだな、こいつら。鶏がいなければ卵が生まれんのだからな。ん？おお、ちょうどいいところに来た。お前、卵と鶏どっちが好きだ？自分は鶏の方が好きかな。No. はい。え、なんで？え、BGM！ これ戦闘すんだよな。こいつら強いのか？でも裏ダンジョンで戦うくらいだからそれなりなんだろうけど。力を貯めている。なんかやばそうだね。え！力貯めた上で爆裂剣撃てんのかよ。まずい。余裕で回復が間に合ってない。うーわ、マジかよ。こいつめちゃめちゃ強いんじゃねえの、こいつら。やばい、いきなり大ピンチじゃねえか。どうしよう。どうすればいいのこれ。まず入れ替えるぞ。ただの入れ替えでクリフト一旦外して、ミニア出して、全命レッサスになってることを確認し、いやーでも無理だろう。エクラ、エクラ、エクラの方が早かったもん。うわ、どうしたもんかな。どうしたもんかな。これ勝てるのか。力貯めてからの爆裂剣。あ、違うか。とにかく左のやつがやばい。右はスクルトでなんとかなるから、フワハで耐えつつ、入れ替えるぞ。ミネアを通常攻撃。あー、待った、ライアンが魔人の金槌ついてて多分使えない。こいつ使い物なんない。今度は。ただのおっちゃんだ、ライアンは今。だから、ブライに変更してあげて、アリーナで攻撃、ソロで魔法を、ブライでバイキュート、ようやく、フィオリムか。ちょっとこれ使っとくか。
素早さは大事だぞ。凍てつく波動をしてこないんだったら、強化していけば勝てるからな。さすがに2段階は下がんないのかな。下がんない。なんか強そう。素早さをとにかく強化して、大丈夫。通常攻撃は全く問題ない。バイキルトで固めるぞ。凍てつく波動なさそうだね。これ勝てそうじゃね。凍てつく波動してこなきゃ全然勝てるだろ。うぅ強っ。痛恨の場合はスクルト関係ないもんな。多分こっちと一緒だよね。クバハかかってるけど落ちそうだな。ぐらいはあーぶねー。やばいよな結構やばいよな。ザオラルしかないんだよね。ザオリクはないんだよね。やるしかないんだよね。やばいな。あーそうっすか。あでもグループじゃないから。そっか、生き返った。よし、入れ替えるぞ。スクル、クリフトの力が必要になる、絶対に。MP ない。うわ、マジか。やばい。ソロが一気に。あ、まあ、回復役に回せばいいか。回し蹴りでそんなに。あ、そういうことか。力貯めててだ。で、一番頭のアリーナに大ダメージだったんだ。この状況どうする？どう打破する？攻撃役に回さない。一旦回復だ。ここも回復だな。で、ミネアが、ベホマー。クリフトでスクルト。ああ、一番大事な攻撃を外すとは。まだフバーハの効果は切れてない。まだ切れてない。やばい。こんなに強いと思ってなかった。攻撃、攻撃、あ、いや。ここは剣での石だな。で、ベホーマー、もう一回スクルト。よし！一匹落とした。いやー。1対4だったら絶対勝てるだろう。クバハ溶けるけど、もはや関係ないだろう。そしたら入れ替えるぞ。いやー、勝った勝った。これは絶対勝った。あぶねー、でも、ギリギリだったな。攻撃、攻撃、バイキルと、ベホー、ま。あー、怖っ。ナイス。ぐらいやられるか。お、ナイス。攻撃攻撃、バイキルと、あー、そうか。待った、ごめん。あー、せっかくコマンド入れたのに。クリフトと、ミネアだったよね。ルカに覚えてるのは。攻撃、攻撃、バイキルと打つのがアリーナで、で、ルカにいるか。ああ、マジか。じゃあ変えない。もういい。コマイク。ダイフォーマー効くかな。人型だから効きそうな気もするけど、どうだ。さすがに無理か。入れ替える。一回スクルト打ってたもんね。それを、なんとかしてあげないと。ルカーに、はい。下げます。このチョップ強そうだな。これバイキルトちゃんとかかってるか？ちょっと不安になるな。かかってる。OK。限界まで下げたな、これで。
よしよしよし。じゃあ入れ替えようか。あとは、マーニャをクリフトに変えてあげて、ブライを、今度はこうか。これで勝ったろう。これで勝ちだろう。ブライの子、あ、41目くらい。よし！あぶねえ！あぶねえ！こんな強い奴らだったとは。危なかったわ。デスピサルよりはるかに強かった。お、ここでマヒアド。はは、なかなかやるのは楽しかったぞ。こいつら、それでも余裕だな、本気出してないな。よし、今日は気分がいい、お前に褒美をやろう。これ世界中ですよね。あ、花が咲いた。これフラグか。さあ、これですごくいいことが起こったはずだぞ。でも、これはどっかの木に珍しい花が咲いたということだな。こいつらが100年に一度咲かしてたってこと？すごい元気だな。それなりの死闘を繰り広げたはずなのに。待ってね、宝の匂い。ないか。よし、じゃあ今回のパートはここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。